はい、タイガです。今回は YouTube の SEO について解説していきます。この動画を見ると YouTube の SEO がわかる、アクセス数を効率的に伸ばすことができる、自分の動画が Google 検索でも SEO1 位を取ることができるようになるなど、 YouTube の SEO に関する情報を詳しく解説したので、ぜひ最後まで見ていってください。まずは YouTube SEO での僕の実績を紹介します。僕は YouTube を始めてまだ1ヶ月弱ですが、すでに今回紹介する方法を使って複数キーワードで YouTube の検索で1位を取っています。例えば顔出しなしスマホで検索すると1位、顔出しなしアニメーションで検索すると1位になっています。初心者向け顔出しなしだと現在は1位と2位を独占しています。また Google で検索しても1ページ目の一番最初に僕の動画が出てくるようになっています。このように YouTube を始めたばかりの人でも、狙うキーワードによっては YouTube でも Google でも検索順位1位を取ることは誰でも可能です。今回はその方法について詳しく解説をしていきます。まず今回話すテーマはこちらです。YouTube SEO で大切なポイント、覚えるべき YouTube SEO のテクニック、これについて解説していきます。まず最初は YouTube SEO で大切なポイントについてです。大切なポイント一つ目はキーワードの選定です。これは過去の動画でも再三話をしていますが、 YouTube の SEO ではキーワードは特に重要です。すでに YouTube の中には多くの動画が投稿されているため、人気の動画が並ぶキーワード、例えばゲームとか筋トレといったいわゆるビッグキーワード、ジャンルのような誰もが検索するようなキーワードで SEO で1位を取ることっていうのは非常に難しくなってきています。ただその中でも1位を取るにはロングテールのキーワードを狙うということが重要です。そこで1位を狙いやすいロングテールのキーワードを探すためには YouTube のサジェスト機能っていうのを使います。 YouTube の検索窓にこのように例えば顔出しなしとキーワードを入力すると候補が出てきますよね。この候補っていうのはよくみんなが検索しているキーワードなので、この候補の中で出てくるキーワードを使うと検索の順位を高くすることができます。一つ重要なポイントとしてはこのキーワードの順番ですね。顔出しなし YouTube と YouTube 顔出しなしでは検索順位が全く異なります。特に YouTube ではこの傾向が今のところかなり強いです。スマホ顔出しなしではヒットしないけど、顔出しなしスマホでは競合が少なくて SEO で1位を取れるということがすごく多いです。こういうロングテールのキーワードを狙いながら賢く1位を取っていくと、検索からのアクセス数が増え、継続的に自分の動画が再生されるようになります。次に大切なポイントは視聴者維持率です。 SEO に大きく影響すると思っているのがこの視聴維持率です。僕の動画で SEO で1位を取ったり上位に表示される動画っていうのは基本的に視聴維持率が 40% 程度で、最低限の視聴維持率をキープしています。高い視聴維持率の動画がいい理由や視聴維持率を上げる方法については前回の動画で説明しましたよね。前回の動画をまだ見ていない人はこの後必ず見てください。SEO で検索順位っていうのを上げていくにはこの視聴者維持率っていうのがすごく重要です。特に冒頭で無駄な話をしないとか、背景や立場を説明してから本題入るっていうのは重要なテクニックです。チャンネル登録者数が多い YouTuber ならファンや固定の視聴者さんがたくさんいるので近況報告っていうのを冒頭でしてもいいんですが、まだチャンネル登録者数が少ない段階では基本的に見に来てくれるのは新規の視聴者さんです。その人たちに近況報告をしても自分のことを知らないので離脱の可能性が高まります。最初の1分で動画は決まると思うので、冒頭に無駄な話をせずに狙ったキーワードやタイトルの本題からスタートするようにしましょう。3つ目に重要なのは動画のフォーマットです。最適な動画のフォーマットで動画を配信するということが YouTube ではすごく重要です。これは SEO にも少なからず影響しています。特に僕も使用していますが、解説系ならホワイトボードアニメーションはすごく有効だと思います。逆に感情に訴える系の動画であれば顔出しありで配信すべきだと思います。顔出しありの動画っていうのは新
信頼性も高まるし、その分チャンネル登録者数がつきやすいっていうメリットもあります。というのも、解説系の動画やハウツーの動画って変に話す人の表情だったり仕草っていうものがあるとあまり頭に残らないんですよね。筋トレとか体を動かす系の動画のハウツーは別なんですが、しっかりと学びのあるものや論理的に解説して理解する必要があるものっていうのは、こういうビヨンドなどのアニメーションツールを使った動画が効果的です。 YouTube の SEO ではその動画の分かりやすさ、視聴者さんからの評価っていうものも重要視されているので、このフォーマットっていうのも重要です。ビヨンドのツールの使い方も過去の動画で紹介していますので、概要欄にビヨンドのリンクを貼っておきます。そちらからぜひトライしてみてください。4つ目に重要なのは YouTube 以外の発信です。これは主に SNS やブログになりますが、基本的にはメディアミックスで発信することが重要です。これは直接 SEO に影響します。今まで YouTube の SEO で検索で上位に表示された動画は必ず他の SNS でも発信をしています。 Google の SEO では外部リンクという概念になりますが、 YouTube の動画だけをいくら配信していても検索順位に大きな影響はありません。 SEO で重要なのは、その投稿した動画が YouTube 以外でもどれぐらい話題になっているか、露出があるかというところなので、自分の Facebook や Twitter、ブログなどがあればそちらでも連動させて発信をしましょう。僕は毎回の動画を必ず自分の SNS、Facebook、Twitter、Instagram、Note で連動させて発信をしています。特に最近は TikTok で連動させて YouTube チャンネルを伸ばしているケースもあります。自分の動画を YouTube で配信をしたら、タイトルやキーワードを揃えて必ず自分の SNS でも配信しましょう。続いて、覚えるべき YouTube SEO のテクニックっていうのを紹介します。今回は誰でもできる基本かつ重要な設定を紹介します。重要なのはまずこの5つの設定です。タイトル、タグ、概要欄、目次、再生リスト、この5つですね。これは以前投稿した動画で紹介した基本設定です。この動画もまだ見ていないっていう人は必ず見てください。今回はその基本設定の中で SEO に絞ったテクニックっていうのを紹介します。重要なポイントは、先ほど選定したキーワードを揃えてこの5つの項目すべてに入れるということです。どういうことかというと、例えば顔出しなしアニメーションというキーワードで SEO を上げようと思ったら、タイトルにも顔出しなしアニメーションと入れます。これは先ほど話をした通り、順番っていうのもすごく大事なので、順番もこの順番になるようにタイトルに入れていきます。そして次はタグです。タグにもタグ顔出しなしとかタグアニメーションっていうのを一つ目二つ目のタグに入れていきます。タグについてはどこに入れても問題ないっていう人もいますが、 YouTube の動画では最初の3つのタグは動画再生時のタイトルの上に表示されます。なので最初に入れておく方がいいと思います。概要欄でも先頭の方へ顔出しなしでアニメーションを作成する方法について解説しましたなどのようにキーワードを入れましょう。概要欄ではこのキーワードは各2回ずつは使用する方がいいと思います。この概要欄のキーワードっていうのは Google の検索でもたまに表示されることがあるので、このあたりの設定っていうのも重要です。概要欄の目次にもこのキーワードは入れましょう。以前の動画で紹介した通り、時刻設定を入れると動画が分かりやすくなりますよね。これは SEO が1位になった時にこのようにハイライトで表示されるようになるので、2位以下の動画に比べて大幅に見られる回数が増えます。これは必ず設定しておきましょう。最後に再生リストです。再生リストでも再生リストのタイトルや説明欄があるので、顔出しなしアニメーションのキーワードを入れておくようにしましょう。再生リストに動画が追加されているかどうかもその動画の SEO にかなり影響します。こういう細かい設定で差がつくっていうことも覚えておきましょう。はい、これでテクニック設定っていうのは一通り終了です。もし動画の内容が良ければ、視聴者維持率が高ければ、この方法で早い動画なら1時間ほどでも検索に表示されるようになります。
ます。1ヶ月前の動画が検索順位で上位に表示されることももちろんあります。検索順位で上位に表示されると、当然インプレッション数が増えてアクセス数が増えるので、再生数や登録者数が伸びていきます。これを継続させていくと、確実にチャンネルは伸びていくので、ぜひ実践してみてください。はい、それでは本日のまとめです。今回は YouTube SEO で大切なポイントについて解説しました。重要なポイントとしては、キーワードの選定、視聴者維持率、フォーマットの選び方、YouTube 以外での発信、これが重要だということを解説しました。その上で SEO の基本的なテクニックとしては、タイトル、タグ、概要欄、目次、再生リストに先ほど選定したキーワードを入れるということでした。まあこれ以外にも YouTube の SEO に重要な設定っていうのはいくつかあるので、もっと詳しく知りたいという人は概要欄の LINE アットへ個別にご連絡ください。この YouTube の SEO っていうのをマスターすると再生数が伸びていくと思うので、ぜひ活用してみてください。そして今後もこのような動画を上げていきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。